つぼきり御剣、壺つぼきり御剣、壺つぼきりの御つ壺切つぼきりの御御剣は、日本の皇太子、東宮に相伝されるたち、皇室経済法第7条に規定する行為とともに、伝わるべき由緒あるもの、いわゆる御由緒物であり、三種の神器や宮中三伝と、ともに、いわゆる御由緒物の中でも、別格の扱いを受けている。つぼきりの御けつぼきり立ち、つぼきりの立ちとも、 現在は、皇太子、なる人新郎に継承されている。つぼきりご剣は皇太子に送電される守り刀で、代々の立太子の際に、天皇から授けられてきたものである。その資源は、官平五年、八百九十三年の厚人新郎、第五天皇の立太子に際し、新郎が、歌天皇から剣を賜ったことまで遡る、西宮記。それはもともと、 藤原氏の県であったと見られ、藤原氏出身の皇太子の地位安定化のために、行為を象徴する草薙県を模倣し創設されたとおされる。五県は、天皇から皇太子に代々授けられたが、厚明ら新王、古一条院の継承に際しては、藤原道長が妨げたことが知られる。その後、初代の五県は、 平安時代後半の代理の火災で消失し、別の件が当てられた二代目。これも上級の乱、百二十一年に再始所在を失ったため、関元元年、二百四十三年の急に新納、五格差天皇立太子に再して三代目が新中された。しかし、昭和二年、二百五十八年の常人新納、亀山天皇立太子に再して、 カチコー院の宝蔵から二代目が見つかったため、三代目は、廃され二代目が、壺切り五権とされた。以後現在まで継承され、近年においても、平成三年、1991年2月23日の、皇太子なる人親王の立太子に際して五権の、神事はなされている。日本国憲法施行後における、法体制では、 公室経済法第7条に規定する行為とともに、伝わるべき由緒あるもの、いわゆるご由書物とされており、これにより、相続税法第12条第1項第1号の非課税財産されている。また、御権は、昭和天皇法御の際に、昭和天皇から秋人へ行為とともに相続されている、ことから、民法上の所有者は行為を持つ、近城天皇であり、 使用退職契約に基づき皇太子が占有している状態である。立大使の礼の際の授児は民法上現物の授児であり、この時に契約の成立要件が満たされる形である。昭和三年、千十四年頃から三条天皇は、顔病を患い政務に携わることが不可能となったため、当時内乱であった左大臣、藤原道長は天皇に、 厚平新郎への上位を求めるようになった。天皇は堅くなに拒んだが、この間に代理の火災が相次いだため、道長はこれを天皇の不徳であるとした。一ヶ月ほどの交渉の間に道長が折れ、次の東宮には三条天皇の第一王子の厚明新郎が立られることとなった。昭和五年、1016年1月29日、三条天皇は上位し、 厚平親王が戦争2月7日に即位、五一条天皇。三条上皇は翌漢人元年、1017年5月9日放行した。その直後の8月4日に厚平親王は道長に対し会談を求めた。8月6日に道長が東宮御所に赴くと親王は東宮の地位を辞退する胸を打ち明けた。道長は本意するよう、 形式的に説得するが、厚明ら新の意思は固く、結果として、五一条天皇の弟である、厚長親王、後の御鈴角天皇が、新たに東宮として建てられることとなった。道長が、厚明ら新を東宮として認めなかった、あるいは認めたくなかったという実証として、壺切りの存在が挙げられる。八月二十三日の厚長親王立大使式から二週間後、 大理から壺切りが授けられたが、厚明新納立大使の際にはこれを授けることを拒み、ついに、厚明新納は立大使から辞退までの一年半、壺切りを受けることがなかったのである。厚明新納は、皇位継承権を失い、古一上院の尊号を受け、大乗天皇に次ぐ扱いを受ける。御須作天皇の御よ、当時の関白である、藤原頼道は、 不動町に続いて、外籍の地位を得るべく苦心したが徒労に終わり、走行しているうちに、天皇は病を得て第一王子で東宮であった、親父神王に譲るする、御霊勢天皇。その際、神帝の東宮には、親父神王のスメラフとうとである、高人神王を当てるよう寄り道に告げる。高人神王の母は三条天皇の王女、貞子内神王であり、藤原氏を、外祖父としない。 藤原氏を、外祖父とせず、かつ神邸に、御子が生まれる、可能性を考慮すれば、寄り道にしてみれば賛成できるはずもなく、明らさまに不服の態度を示したという。また、高人神皇を東宮としたいという天皇の考えを、察した寄り道が先手を打ち、東宮のことはゆっくりと考えるべきであるとして、時間稼ぎに走ろうとしたところ、 藤原義信が、東宮のことは今すぐ決めるべきだと進めて実現した。結局のところ寄り道、乗り道の努力も実を結ぶことがなく、五令税天皇は、巫子は愚か王女すら得ることなく、病により崩御し、高人新王が、御三条天皇として即位する。藤原氏を外籍としない天皇は、打った天皇以来実に170年ぶりになる。 高人新郎が東宮であった期間は二十三年間であったが、この間つぼりは頼りが代理に留め置いたため、東宮としてのシンボルを持たずに即位した天皇となる。頼りの言い分では、この件は藤原氏原、つまり藤原氏を外籍とするの東宮のものであるから、高人新郎に持たせるつもりはないということである。天皇はならばつぼりは不要であると述べ、即位の後に、 ようやく献上された。この話は、大江正夫の合談章に掲載された話で、正夫が御三条天皇の厚い信任を受け徴用されたため、この話は信憑性が高いとされてきた。だが、明治二十四年、百九十一年に、松浦達夫が合談章は正夫が語った話を聞いた、藤原実剣がメモしたものを後日文章として、起こしたもの。 つまり、大江正夫本人の執筆ではないで、正夫が語ったとされる元の話は、御参上院ではなく、御参上院、すなわち三条天皇あるいはその上位の御事のりで、建てられた、厚明神皇の孤児であった可能性、つぼ切れ、御剣のこと、史学会雑誌9号、1891年6月を指摘しており、実際のところは、 御三条天皇の話であったのかどうかは不明である。国文学者の荒木博は関連する刀剣として、坂上宝剣を挙げている。坂上宝剣は、つぼ切り剣と同じく、ご深格差を超えて、亀山へと伝授されたことで、どちらもレガリア的役割を深く担った。両刀剣が決定的に異なっているのは、坂上宝剣は、高校講義。 権限2年5月9日と裏書きに等身に彫られた文字まで国名に記録されたように実物として存在する歴史的実在性に権威以下の象徴であった。それに対して五三条の頃に消失した壺切り五県は実験と復元、心臓と発見という真偽を超えた対応で処遇され象徴としてのものとしてすでに儀礼化の中に位置した。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。